はい、えー、時刻は七時を回りました沖縄プライムの時間でございます、えー、本日は収録で行っておりますそして MC はこの方ですどうぞはいに社長義宮寿弘文ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします宮寿さん一ヶ月ぶりぐらいかなはいですよねそうです空いてますねで先月はでもやりましたよね先月は奥間里議員が 多分あじゃあ二ヶ月だ <laughs> そうですね二ヶ月すみませんどうどう過ごされてましたかこの二ヶ月ぐらいやっぱりあれですかね七月は出張が多くて一、うん、週目に山形横浜行ってはいはいえ三、ー、週目に北海道行って多分それでラジオ出れないか,かったんです、うん、で今振り返ると今僕と奥間良議員同級生チームなんで、うん、今日もね収録で 量はこれてないけども二、はい、人でやりたいですね二人でやることあるかな全然ないやってほしいですけどよく二人でお話してますよあ、そうなんですか二、はい、人でね、どうにか合わせて奥間さんも忙しいし、うん、宮崎さんも忙しいからね,そうですねまあ同級生の議員ということで、うんはい、いろいろ意見も合えば互えることも多々多分あると思うんですけどはいはいはい,、はい、いい。感じでお互い意識し 意識っていうか,なんか切磋琢磨でできているかな、うん、と思いますですねその日が来るのを楽しみにしてますが、はいえー、本日は収録ですのでちょっとリアルタイムでコメントは拾えませんが、えー、皆さんのメールお待ちしております感想とか質問とかあればぜひ遠慮なくメールしてくださいメールアドレスが 797-md.com ですさあこのあと、えー、収録ですが1時間で お送りしていきます。この後8時までです。皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、沖縄プライムでございます。今日は宮里さん、宮里ひろみさん来てくれております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と。まあ収録がね。前日にこの金曜日の前日にやってるんですが、はい。あのー、アラートが鳴りまして。びっくりしましたけど。 <laughs> そうですよね、はい、うちの妻もそれ聞いて避難しようかどうしようかみたいな話を聞かせてましたけど、えー、すごい意識高いですね、そうですね寝る前から,なんかあらなんか情報を調べてましたからね、<あ>怖いみたいい。そっかはし、なんか衛星発射機関みたいなことを言ってましたもんね、はい、昨日の夕方、あやっぱ最近、このアプリとか進んでるなと思って、スクリレってアプリ、小学校とか入って。はいはい あるんですけどそのお知らせでスクールリレーのですかねアプリで「スクリレ」ね、リリレってあるんですよ。はいはい、ここれれですのお知らせで、うん、すごい届いてたんでちゃんとこの学校このアプリ登録して保護者に本当にこんな感じで届いて何がすごいかってすごいんですよラ弾道ミサイル落下時の行動とかあすごい防衛省の,あのビラ 情報もちゃんとついて、はい、なんかこういう感じで避難してくださいってくるんですよ。だからなんていうのかなこのみんな思想心情とか,なんかいろいろあるみたいな感じなんだけどもうん、うん、やっぱ行政っていうのは、はい、あの県民国民の命を守るわけだから国から担って国からの情報っていうのを、はい、このアプリとか,か DX が進んでいく中で、うん、ここのなんていうか保護者まで。 メははー,ールで来るっていうのはやっぱ時代進んでるなと思うしうんなんかちゃんとした情報が入るってことは僕はもう1回目のアラートで起きて、うん、パッて見て「俺最初地震と思ったんですよ」はいはい「やば!」と思って地震になったらもうこっち来てほら放送しないといけないから、うんまあ、もしミサイル落ちたらまたこっち来て放送しないといけないんだけどもあ<ー>とにかく地震と思ってて。はい それでやばっと思って見たら北朝鮮のあれだったからあまあいいやと思って寝たんですよ、まあ。でもそういう方多いんじゃない特に男性分かんないですよ変なレッテルかもしれないですけど、はい、女性の方が気にしそうではうん、うん、イメージがありますね。確かにで 昨日もこの報道がされてこの夜中の J アラートの前ですよ夕方とか北朝鮮がみたいなあった時に本当に忘れた頃に何かやってくるなと思って確かこうやっぱりこのそういうビジネスというかそういう国の示し方をするんだな炎上商法的なだし俺らはちゃんといるぜみたいな感じでなんかあの歯を示そうみたいな感じなのかなと思ったりしてて。 何もなかったら、ぶっちゃけ、ね、興味ないじゃないですか、日本としては、うんうん、ちょっかい出してくるなっていうです、ね、これあれも言う人がいるじゃないですか戦,戦争を起こさせようパーっていう中国が北朝鮮にこう日本に対してですか日本に対してミサイル撃とうパーみたいな日本かアメリカか分かんないですけどああ、どうでしょうね。<laughs> でも 前、トランプ大統領のにあに原子力空母が近くまで行ったじゃないですか北朝鮮か撃つ、撃つリカの空母が行ってあれ、振り返ると冷戦みたいだったのかなとあったじゃないですか、キューバの時かこの当時の大統領とロシアでとか演出なのか、何なのか分かりませんけれどもお互いの 駆け引きの中で本当に一線踏み越えてあの初めはお互いなんかチキンレースみたいなやっててそれがやる気ないのに本当にそうなったら一応大変ではあるなとは思ってますねだからやっぱ陸上自衛隊とかパック3とかでしたっけあの沖縄県の離島ですか配備しようみたいな話もあってで,もで僕がすごい何でかなと思うのは。 やっぱ沖縄の言説の中では基地があるから攻撃されるっていうのがあるじゃないですか。でこういうパック3を自衛隊が導入しようとしたら例えば税金の無駄遣いとか戦争にするのかって叩かれるんだけども北朝鮮とか中国の動きが不穏な動きってなった時にやっぱり必要っていうのはまあ守側のいいように利用されてるとかなんかもう微妙ですよね。ですごいなんか なん,かなんか示し方が悪いみたいなうちうちでやるじゃないですかでも多分県民とか、うん、僕の妻だったりとかは、うん、来ても迎撃できるよって安心感を求めてる人の方が多分多いんですよねそれがしかも米軍にやってもらうじゃなくて、うん、自衛隊がやってくれたらなおいいみたいな部分があると思うのでなんかこの敵をあおる他国をあおるとかではなくて、うん、来たら大丈夫です皆さんの方がうん、うん、多分普通に筋が通ってる話なのかなと思って確かに。 よく言いますよねでも、うん、えと基地があるからミサイルがあるからっていうのは、うん、でも大体、えー、と皆さん保守の人たちはこんな感じで言うじゃないですかで一応は末冬側だと思うんですけど、うん、なんで聞き入れないんですかね だまあだからそのロジックも正直僕ら沖縄県民でそういう教育受けてるから分からんでもないけどぶっちゃけっていうと交渉すぎて今はよく分からんくなってますやっぱり。とい意味かではこの相手がこうだからとかだからすごいなんか向こうもやっぱりロジックを持ってるわけですけここが煽ることによって向こうがやって結果そうなったらよくないよねみたいなのがあるじゃないですか。だかからなんかこう やないますね,なるほどね土台が結局合わないからずれているのでこっちが煽ってる側っていう日本が煽ってる側っていうのがいわゆる左派のスタンスじゃないですか。で僕ら右派なのかなお金が欲し系って言われる人たちは、うん、いやそういうわけではなくてうん、うん、相手の動きに呼応するわけではないんだけどうん、うん、備えは、うん 必要だよねねっていう感じです、ね、僕備えあれば憂いなしとも言いますし備えすぎて煽ってるってならないようにですねビビらせすぎないようにっていうのはもちろんあるのでただあの現実的にですね東南アジアで米軍が撤退したところに、はい、あの人工島を作って攻められたっていう中国に。 国もありますからその後にや,やっぱ米軍来てくださいって要請してる東南アジアの諸国もあるんですよ。それを見るとなんか一概になんか戦争を誰もする気がないんだってだから軍なんていらないんだっていうのはやっぱ通りづらいのかなとは思いますね。ね特にその琉球王国はこうだったからみたいなこともあるじゃないですか武器持ってなくてみたいなのは。 いや理想としては例えばスイスとかはそんんななんですよね、うん、遠征中立国だけども軍隊はああるめちゃんこありますね <laughs>、はい、だからちょっといや交渉すぎるっていうのはすごい分かりますすごい交渉だと思うんですよ、うん、武家は持ちません私たちはもう外交努力でどうにかしていきますっていう、うん、確かにこれで実現できたらね不安がなくなればいいと思うんですけど。うん 実際ね、話が通じ誰かもつなんかツイッターかなんかに上げてたんだけど、話が通じない国ですみたいな、うんうん、結局通じないじゃないですか、北朝鮮も中国も。はい、どんなにね、交渉していようがあれって、多分国も違うからより通じないと思うんですけど、うん、通じないに決まってるじゃないですか、だって沖縄のとか保守系と革新系も通じてないか他国だったら通じるとてのは、なんかよくわからないです <laughs> 確,か確かに、確かに。中中ででももね中で通じてないんだよ僕らも <laughs> <laughs> それを外ならできるって大きい声言うのもななんかかかわらないですよねね、うん、まあね確かに、うん、自分なんかでもすでに証明しちゃってることを外交ならできるっていうのはなんか難しいいかなと思います外交はすごくやった方がいいと思うんですけどやっぱりちょっと備えは僕は必要かなと思いますけどね,、うん、そうですねだから僕の沖縄のビジョン的なのはやっぱあってやっぱりタックセーブンだなと思いますね んこんんなののっったらっていうのはあるんですけど要するに外国の企業が来たら法人税が10%です,、はい、ですよ安いですよみたいなことを日本でもしこの沖縄でできれば外資が入ってくるじゃないですかそこで仕事も生まれるでしょうしそうすると、うん、例えばロシアの会社中国の会社韓国の会社分かりませんよはい、はい、ヨーロッパの会社いろいろ来てたら、うん、そこを攻めようとは思わないと思うんです。あ 島にしたいですいいでですすねそしたらねいわゆる沖縄のチャンプル文化だったりいろんなものが混ざって、はい、いろんな人が来て沖縄県民のねウェルカム精神が。うん 確かに島国なんでちょっと閉鎖的な部分も,もちろんあるんだけども実際触れ合って会ってみたら県民ってみんな優しいからイメージ先行で喋ってるけど来たら来たでまあいいよみたいなはいはいはい確かに県民性があるじゃないですかそうなればいいなと思ってます確かにねだから沖縄攻める意味なくないみたいなあデメリットしかないよ逆にあっちに投資しようみたいな,な沖縄になんかうま変えれるように政治力高めたいですね沖縄県としてのこれ でも今、ほらビジョン行ってあいいなと思ったじゃないですかそういうのをもっともっと皆さんが発信し,発信していけばそうですねもっと上、なんていうんですかねいろんな人があそうです <laughs> まあだから強い衆議院を作る必要があるなとは思ってます。<laughs> うん 大大臣臣とって総理目指せせるるぐぐらららいい沖縄か出そこが今僕の目標です。30年ぐらいで総理大臣が沖縄から生まれたらいいなとそれ目指して自分がなですか僕でも総理になられる方とか菅総理だったり安倍総理だったりもっと言ったら野田さんとか鳩山総理とかも含めてやっぱり相当身を粉にする役職じゃないですか。 なんんて言えばいいですか人柱って言ったらあれですけども言い方はとっても悪かったんですけど今のはただそれぐらい自分の人生の時間全てを奉仕する役職になるわけですから給与がとか利権がとかの前にですねその重責国を背負う重責っていうのはものすごくあるのでやっぱ経緯はすごい払いたいしそういうことができる人ってまあまあぶっ飛んでる人じゃないとできないかなって思ったりもします。確かかかにわわりまするる俺はもうこれをずっととやんだ まあ、例えば橋本徹さんでも何十年もできないじゃないですか大阪も8年ですから例えば泉市長でも市長になって十何年、うん、議員やっても30年近い供をされてると思うんですけど、はい、あれぐらいの人じゃないと突破力とか、うん、要は全てを。 避難ももすべて浴びまくだから、うん、だストレスっていいも悪いもストレスになるじゃないですかすごいほ葬られすぎても疲れるしうん、うん、嫌われてもそれはもちろん疲れるし <laughs> それを両方ガーってされる立場の人っていう人間的にはやっぱり敬意を表したいですねその器っていうのはなんかやっぱりいろんな方がいらっしゃると思うのででもただそこに目指し,沖縄としてお県なきゃいけないですね、うん。ですよね。 ん僕不思議でも,もうぶっ飛んでんなと思いますもん普通に議員さんでも <laughs> そうですね割ともう正直だからそばで見てて、はい、いやもうこんな仕事は無理だなって僕は思います <laughs> 皆さん見てて大変でもいやだって<う>あっち立てばこっち立たずで全部それを調整していくでしょもうしかも なんていいいうの具合にありますねだからそれが日本のちょっと鈍化を生んでるのかなとスピード感のなさを生んでる気はしますねやっぱ成熟してるなと思いますそれを「笠間明うって維新が今動いてるのでなんかああいうの見てると改革が全て丸でも守るのが全て丸でもないのでいい感じでお互いが合うところを一緒に突破口こうとしていければいいなと思います維新と自民とかでドンと。 あはいはいはいただね,ねそういうだから動きを見たりしてるとそれでもほらあの何が足りない何が足りない言われるでしょはいだからそういうの僕はもうあ<ー>とってもじゃないけど皆さんのあれはすごいなと思いますよこれいい意味でもちろんああそうですねはい,いやもうちゃんと調べて説明しますねそこ,こははいということで、はい、えっとママ 最近はなんかイベントでも忙しいということでえっ、ー、と増えてきた増えてきましたね,ねすごいくないですか思う,ん、もうすごい土日こんなに出てたんだだから本当土日結構ですよねはい僕のなんか SNS の投稿も土日が <laughs> 締めてきてる気がして <laughs>、まあ、綱引きもやったしあ西原も 地域でやるんですよ僕は小橋川っていう部落なんです自治会でやって西原何かしかそういう綱引きやってますよ一番大きくやってるのはガジャですかねでその日夜の丸祭り夜の丸大綱引きもやってて那覇も多分あ同じ日でやるあいや那覇は違うか同じ日になったんですたまに夜の丸と夜の丸うんガジャと夜の丸大体2週目なんですよ本当は13日本来13日綱引き予定だったけど台風でその前の週の綱作りが間に合わなくて あの20日にやってそっか今回台風でギノワンのもね台風でいくつか伸びたはずなんですようん僕は1週間ずれたんですよはいはいはい、はい、で小さいところで子供ぐらいの綱を作るところはいその日でやってたりしました三、うん、日だから基本は13日にやりますね、はい、うんそうね本当にあのー、僕もイベントがいろいろ多くなってきて、うん、もうねちょっとやばいくらいなんですけど、うん <laughs> 最近またコロナも落ち着いてきたみたいなので、はい、まあよかったなとは思うんですけど、うん、あのー、もうね、このあし、えー、明日この前日に収録してるのでもう今日になるのかな、はい、ワールドカップがバスケのあそううですねもう始まってますよね25からだった気がするけどはいちょっと詳しくは僕も分からないんですけど試合はもうやってますよねあの他で日本対談とかやっててうん、うん、あ,あそうなんだなんんだかやってませんでした ああれれじゃないですか練習試合みたいなじゃあ25から9月の10日までそうそうそうこっちは予選ですよね予選予選なるほど日本でもんか前負けてましたよね勝ちました分かんないただせっかくバスケが見れるってことでんかやっぱりこのアリーナ行きたいってなるじゃないですか聞いたらめっちゃチケット高いってそう高いらしいです僕沖縄市議に聞いたんですよ ななんんでで高いいすかみた僕らも自民党青年局で懇親の場でなんで高いんですかみたいなそしたらヒお前もう,なもういいよ何も言うなみたいな <laughs> こういうレベルじゃないんだってことを教えていただいたんですよ。<ー>要は、このすごいのが、まあ、沖縄市が6億円とはい、はい、で沖縄県2億円8億円を、うん、あのフィーバーですか払って誘致してるんですよね、まず。<ー>で あのその間にやっぱり放映権とかいろいろあるわけその上にはグッズのなんかいろいろあってその上に日本バスケットボール協会みたいなその上にフィーバーがあってその上 NBA あるみたいなんですけどこれは本当かどうか分からないですけどあって要は何かといったらこの階層があるからうちらでどうこうできるレベルじゃないですよチケット値段が。せっかく沖縄のものだけどでもさって言ってフィリピン決勝大会やはりフィリピンは。 アリーナのだからこの集客とかそういうのを経済効果でやるものであって、うん、なんか地元で還元とか沖縄市もやりたいけどもそのレベルにないって言われた時に「なるほどですね」ってなってでもそうですよね世界規模ですもんねもう、はい、なんか聞いた話なんですけども、うん、このビップルームアリーナもあるじゃないですかはい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 い アリーーナのビップルーム,ビップルームこの沖縄大会のワールドカップのチケット30ぐらいじゃないですか数千万って聞きましたうん、数でしょ数千万一千万超えるって聞きましたよえっほんとでこれアリーナがもらうわけじゃないじゃないですか、はい、アリーナは全部を貸してるわけははだからそれこそ大会の営に回る話なんですよはいはいすごくないですかアリーナはじゃあ普通に場所,代みたいな場所代を貸してるわけです 取れるわけではなくて本えやばだからやばいですよえっじゃあサッカーのワールドカップってもっと大変ってことかなじゃないですかあでもなんかサッカーは広いじゃないですかはいはいあれが、うん、あのフィールドっていうはいはでは今回箱ではあるので、うん、その分なんか単価は高るのは想像できるじゃないですかああそうなんだ主要人数の問題ではい確かにいやすごいなと思ってあだから やっぱりもっと楽しむべきですし、はい、こんなすごい大会なんだよっていうのがやっぱり僕らって WBC とワールドカップの認識はすごいあるけどバスケのこの世界大会がどんなもんかが分かってないっていう分かってない確かに <laughs> でもなんか良かったなと思うのが4つサテライト会場ができるじゃないですか外で無料で見れますしはい、はい、バスケの体験大野山だったらできるらしくてうん、うん、普通にキッチンカーとか飲食ブースもあるみたいで。 12時から夜8時ぐらいまでやってるのかな試合も見ながらとか楽しめるからぜひっていうのが載ってたんですよ f ー v ーのサイトに大野山とチャタンのサンセットギ戸川のトロピカルビーチ沖縄市子供の国なんですよあそこでもいいなと思って確かにね確かにでも知らなさすぎだなって今ちょっと痛感しましたねだって日本代表のことも何にも俺は知らないしはい あのどこがが国アメリカが強いのは分かりますよ、うん、僕の中でもアメリカ一強であとは知らないんですよああそうそうですねうんだけど多分今ヨーロッパとかも強いみたいな話ももともとヨーロッパの方が NBA 出てる人結構いらっしゃいますからねそうそうそう、はい、だからもうちょい知っとけばもうちょいワクワクしたのかなと思って <laughs> そうですねで今もうほら始まってからじゃあ知るかっていう。うん ことになってくると、ちょっと時間もないじゃないですか。そうです、ね、N. H. K. とかがなんか。フィーバーワールドカップ歴史とかなんか流してほしいですね。<当> <laughs> <laughs> 確かに。<laughs> やってくれそうな感じはしますね。ねだからね、今もね、もうね、もうちょっと知っとけば、もっと楽しめたのかなと思いますけどね。ただ、その、このワールドカップもやっと盛り上がってきたんですけど。はい、やっぱりね。内地ではあんまりみたいな話も聞くので。 そうなんですかそうそうああ日本代表出るのにでもんか内調ほらやらないじゃないですか試合はい沖縄だけだから今回いやただなんかテレビで流れるかどうかもありますよねああ WBC とかワールドカップ甲子園も含めてはい慶応おめでとうございますなんか盛り上がるのテレビでやるからじゃないですか今回バスケどうなるんですかね放映権があるから取らないのかな 多分ね、うん、僕、打ン入ってるんですよ、サッカー見るために。打、はい、ンではやるみたいな感じでしたよ。やっぱなんか日本中が盛り上がるっていったら、地上波で流れるかどうかですよねうんうん。なるほど。どうなんですかね、この放映権も、なんかわかりますサッカーの話になって申し訳ないけども。プレミアリーグと がもうめちゃめちゃ高騰しているだから女子のワールドカップも高騰しすぎて地上波がもうひいひいっていたみたいな、うん、ああそうかもしれないですね、うん、やでやっぱりもっと盛り上がるには日本代表が勝つワールドカップ、えー、バスケもですね勝たないとあと女子ワールドカップも結局サッカーの話だけど、うんはい、あれ勝っていったから盛り上がったわけで。 強かったですね優勝するかなと思いますね。だけどそういう期待があるから盛り上がるじゃないですか。徐々に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 確かねワールドカップのラグビーもそうだった感じがするんですよあの強いチームに勝ったよみたいなあれもすごかったですねあ調べられました日本戦戦戦ラウンド目目はい。 えー、テレビ朝日系と日本テレビ系で中継される,るネットだとダゾーンは全試合ライブ配信バスケットライブは、まあ、第一戦ドイツ第二戦フィンランドライブ配信 BS 朝日と BS 日テルは地上波と連携らしいですね地上波で日本戦は2試合は流れる、えー、でも沖縄日テルないからないですよね,ね、はい、からまあ日本の第二試合は見れるっていうことです あ <laughs> 盛り上がるんじゃないですか <laughs> どうだろうどううだろう、うん、これ女子はどうなってるんですかね女子はまた別なんですかね別じゃないですか大体こういう大会ってでよ、ね、サッカーも別だしそう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  でもあれ世界大会来てるけどなんかあんまりわからなすぎてあのリアクションが取れてないって感じですうん、うん、前からすごい広告売ってますからねあのモノレールが変わったり天 <laughs>、うん、ブス前にあと何日とかやってたり、うん、結構広告自体頑張ってうん、うん、みんな色味とか覚えてるけどはい、はい、確かに、うん、いまいち中身が多分ねでもわからない人もまだ。 県内でも多いと思いますよ。日付はわからないでしょうね。明日からとか。いや、ワールドカップ来るとかっていうのはわかんないんじゃないかな。あ、そうかもしれないですね。いや、まあ、でも、終わった後にね。あの、あの、結果が出ると思うんで。やって、よ。だから。本当に。勝ったないと、多分日本代表。あ、そうですね。人知れず終わったねみたいな。話題にもならず、みたいなのになりかねないので。 でもせっかくアリちょっとあのー、応援していきたいなとこれも時間がある限り見てですね、はい、ラゾーンで見れるのであれはも<う>僕ゾンは全然事務所でそう見れるので <laughs> 逆にもう1か月後すごいなんかラジオであ楽しかったですハマってる、ね、山内さんになってるかもしれないです <laughs> 本当にそうなることを期待してちょっと応援していきたいなと思いますはい行、はい、きましょうでいった CM ですはい さあ、沖縄プライムです。えー、後半戦、今日は西原町駅の宮里裕美さんが。MC ですはいよろしくお願いします。ますで、前半は、まあ、あの、最近の話題をいくつかやりましたが。はい、ちょっと後半で、はいえー、しっかりやりたいなと思うのが、はい、その。県がいつだったかな。最近。給食費無償化をやっと手っつけたというか。えっと、市まで無料三市。 以降ですよね、はい、このね定義はどうなるのかとか今いろいろ議論になるかとは思いますし例えば、うん、小学校かぶってる3番目からとかね考え方があるじゃないですかまあ小学校じゃあ中学校までかぶってたらみたいな、うん、中学生2人小学生1人の3番目 OK とかの考え方もありますし自治体の場所によっては25歳まで OK みたいな。はい 上が25歳で下が小学生もうカウントするみたいなへえ<ー>っていう場所もあるのでそこの幅っていうのはやっぱり気になるところですね、うん、でもあと一点ちょっと気になるのが、はい、修学援助制はい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 それであの給食費減免措置、うん、を受けている世帯っていうのはうちの町でも2割ぐらい25%ぐらいかないるんですよへえ<ー>で多子世帯あるじゃないですかうん、うん、あだかからら僕ここうういいい制度があるすすごごそはは地元ではすごい あの修学援助あはい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 。 お金がないって相談を受けた人には、うん、や,やってるまず確認かっってずっとやってたりしてて多子世帯を対応するために3番目から無償化ってなるけどすでに無償化の可能性があるなって考え方によはいってお父さんが一人で働いて奥様がパートでははは世帯収入が400切ってて、うん、子供三3人いたら多分就学援助対象になるんですよ。はい、で3番目からっていって予算額どれぐらいなんか今から資産が出るとは思うんですけど、ねはい、就学援助を考慮した資産なのかそうじゃない資産なのかでだいぶ変わるから3子、うん、はとりあえず。 やって前向きだなって思ってますでも2に行かないっていうのは、うん、リアルな感じだなと思いますああなるほどそういうのがあるんだ、はい、ただその何年1年後かな、はい、何年後かにはもう全部やるって言ってますけどその3年後って書いてありました3年後なんだ。はい、この3年っていうのはどっから来たんですかね何のあれなんですかね 単純に様子見たいっていう特にそれの理由は具体的にはなの1年目だ定義がまだ決まってない、うん、第3子からやってみましょうと、うん、大体これぐらいの予算できました、うん、じゃあ第2子やってみましょうって言って、うん、でも1年目の調査がすごい大変だなと思って儀湾も給食半額にしてるじゃないですか嘉手納とか納言、うん、も含めて給食無償にしてるところもあって、うん、その 移るにあたっての債務償還要は払ってない人のちゃんと取り立てできますかとか儀乃はそれをやってから嘉手、うん、もそれをやってから無償にしてたりするっていうのがまず一つこれは市町村の立場として最低やらないといけない,でしょいう、うん、ちしんと準備してからみたいなことですよね。うんはい、やらないといけんだろうっていうのもありますし、うん、県としても あの、じゃ、あその分無償化できてるところに対して、お金を払うわけですよね。はいはいはい。その分、その市町村やってる市町村は県が払ってくれるから、財源が浮きますよ、うん、とか。あって、ちょっと、できるんだって、やってほしいっていう気持ちも、なきにしもあらずじゃないですか。うん、全然。で、特にカ手ナは、自分たちでやってるから、うん、まあ、最低わかるんだけど。はい、名護は防衛予算でやってるんですよね。ああ<ー>、はい,はいはい。え、国が払ってくれるんだったら、みたいな。 思ったりすするわけじゃないですかこれって完全にみんな一律にやるので結果そうはならないにせよ、うん、県として担当職員の立場になると、うん、できているところにも払うのかなーって100%思うと思いますね。でもやっぱり一律が大事だから、うん、それはもちろん県は払うべきことなんだろうとは思いますけど、うん、はい確かにそっかそれで3年後やっぱり調整があるから、うん、この3年というか最初は第 三市からみたいになったんですかね。でもやった風にならない方がいいなとは僕は思っても、さっき言ったじゃないですか。集荷援助制度もあるよって、できてる市町村もあるよって。第三市だった集荷援助該当者多いんじゃないのって、僕言ったじゃないですか。今だから予算あんまり少なくてもやってますって言えるわけですよ。まあ、若干の選挙対策風なのも感じますね。で、五十億かかるって資産は全然出てて、前向きなんですけど、僕は。 知事にもしお話しする機会があれば高校生の通学バス隊無償化はもうやっぱ終わったんですねって聞きたいんですよそっちの方が予算低いから給食よりあの非課税世帯にしか適用してないんですよでも選挙公約では全高校生って言ってたじゃないかと。だから やっぱり選挙に合わせてトレンドに合わせてこういう政策打ち出すもちろん給食無償化もちろんあったけどもそれよりハードルが低いバス代無償化ができてないのに給食やるっていうのはなんかな嫌だなと思いますそういう意味ではですよそこはやってくれと例えば民主党政権の時に高校のあの教育費無償化やったわけですよ所得制限はもちろんありますけどあれは やったんんででですすすようん、うん、評価すべきな僕の中ではだから何、うん、ていうのかなこの目立つものだけをやるのが政治ではないと言いたいな大事なんですよ給食もっと大事うん、うん、今も資材価格もあだから資材価格も上がってるのに給食行っていくのって結構だから給食の話だったんでせっかくなんですけど。はい うちの町も何年か前に給食に値上げしたんですよね。で豊見城も無償化するって市長値上げしたじゃないかって戦えれてました、うん、でもあれせざるを得ないのは奥様方だったらよく分かってると思うんですね、うん、飲食店の方々も。だって上がってるんだもん。あ資材がというか。う野菜とか外国品とかも上がってるから、うん、子供たちにいいものをあげたいんだったら、うん、加工品ならまだ抑えられるけど加工品でいいのってはははいはいはい、はい、この おかかずをでですす、うん、それは嫌じゃないですか、うん、だからやっぱそのかかる分ちょっとだけ値段上げさせてくださいみたいなのはもうなんか当たり前の話、うんうん、でもその分予算を投じてもちろんやりたいんだけど、うん、ベースは必ず上げるんですよ。はい、それを上が,上,上がってるんだよっていうのはちゃんと示すべきだなとは思ってて上がった上で補助するよっていう感じだからそこは。 なんかみんな負担は増えるの嫌だけども、うん、かかりますよっていうのは言わないといけないのかなと思うのでうそういった課題もある現実的になるほどうちは価格転嫁できなくて町の単独財源でおかず代のない必要な分をいくらか補正予算で投入したりしてるんです<ー>実はコロナぐらいからはいははは価格高騰とかなんかインフ,インフレーが上がってるんですかね,ねやっぱ。 まあ数百万数千万入れてこの親御さんに負担がないようにうっていうのはやっぱ市町村努力でやってますからそっかこれ給食費って無償化ってそもそも何でやるんですかえ子ども家庭庁ができてそういうふうに国が方向性向いてくれたからってな,んなですかあ <laughs> <laughs> そうなんですか、はい、でいずれやっても国が出すだろうっていう目論見みも あ,あると思いますよ県は県もだし各市町村も期待,も期待はしてますうん、うん、議員も含めてみんな期待はしてます、ねはいはいはい。だから例えばその給食費無償化が、まあえー、と要するに貧困世帯のために、うん、まあ子供のね、うんえー、やるのであればもっと違う形の方がいいのであればそこに別に僕、うん うん、素人からしたらですよ給食費ってぶち上げたけども、うん、ちょっと変わってきたし、うん、情勢もここをやった方が貧困はなくなるよっていうのがあればやればいいのにって思うんですけどどうなんですかねその辺は。 うーんもし将来的な貧困とか、はい、そういういわゆる犯罪を犯すとか巻き込まれるって子たちを減らすためには、うん、教職員を増やした方がいいいと思いますね <laughs> 目をかける子どもにもっと目をかけた方がいいしその背景にある家庭にも、うん、やっぱ福祉関係とかがもっと介入できる、うん、それは警察との協力なのか、うん、法律の改正なのか。うん、そこの児童 相談所とかの機能強化なのか、うん、いろいろ手立てはあるけどもやはり子どもをこれから育つ人たちがやはりよりなんか社会に力強く生き抜くためにはうん、うん、ちっちゃい時にたくさんの人が目をかけてやるっていうのは<ー>各種国外の実験とかにも出てるのでうん、うん、やはりそれはやっていくべきなのかなと。 もともと僕のスタンスは、うん、学校給食は無償であるべきと思ってるんですよ。負担でしょって国は今までやってたからそれはもちろん分かるんだけど食育、うん、って言ってから全部予算でやってくれないかなって感触ですね。あ,ありま,、ね、だって気まずいじゃないですか。うんうん、だって学校の中にいて義務教育は無償化なんだからうん、うん、そもそもそこも無償化にしてくれてよって思ってまするんでやるっていう 感覚もわかりますけれども、うん、まあ教育の一環としてやってくれとは思ってます。確かにそうそうそう、そこに差が生まれることがちょっとなと思います。ありますよね。なんかね、最近出たゲストさんだったかな。すごいやっぱりその食は大事だと。うんうん、だからえっ、ー、とちゃんとした、もっと材料上げてもいいからちゃんとしたものを上げるべきみたいな人もいて、あそうですね。そう、あのー、要するに。 組み替え遺伝子組み換えの何かを使うとかではなくみたいなことを言っていて確かにその何て言うのかな体を作ったり脳を作ったりっていうのは食事がやっぱ土台っていうのはなんとなくやっぱ分かるじゃないですか。そしたらやっぱり確かにそこにねお金を投じてもいいのではないかなっていうのは思ったんですよ。うん、ただだから僕はその本当に 給食費よりもだから貧困を抑えるにはさっき言った方が全然いいと思うので宮津、うん、さんが言ってね、はい、もっと人を増やすっていう、うん、教職員も福祉もですよね、うん、の方がいいのかなっても思うんですけどねどうなんでしょう。たただ教師も成りり手手がいないいいななみ話でですすよねねそうはいる いるけどあ。前言ってましたよ、ね。あの採用がマイナスになったことはないんですよ。定員割れとかがない。んみんなやっぱ、あのこう教師になりたいっていう志ある方いるので。はい、ただ採用に受ける数が減ってきたんですよ。 採用に受けるか今までは10名の枠に例えば100人受けてたんだけど10名の枠に50人になってきたとかっていう話なんですよ受ける人が減ってきたっていうのはそういう話で枠自体は埋まるんだけどもやっぱり多分前もラジオで話したと思うんですけどあの働けてない病気とかお休みとかっていう教員の割合をちゃんと出してあのそういう人たちがずっといると 現場が少なないいじゃないですかうん、うん、でも定数は満たしてるから増員でできないわけですよ臨時でしか。でも臨時だったらやりませんと、うん、やれませんという方々が増えてるじゃないですか。うん、っていうところ臨時が集まらないって言われてるんですよ今教職員が足りないっていうのは<ー>臨時職員が足りないんですよ。は僕らはっていう意見ももちろん分かりますしじゃあそういうやってる臨時でずっとやっていただいてる方を。うん この気合ってるから正式職員にあげたいんだけど、うん、定数が埋まっっててるか無理ですっていうのが今の県の現状、えー、なのでまあだからこうずっと出勤できない心身病んでうん、うん、そういった方々にもうずっと復職できないのであれば何、はい、て言うかな他の仕事を促す動きとかも必要かなと思うんですよ。うんうん、合う合わないとかさすがに戻りきれないとか多分あると思うんだけどちょっと出たらまた休んでいいよみたいな対応をしてると、うん、やはり現場の先生がどんどん。 首を絞められるだから結局そのいっぱいあるじゃないですかえっと今言ってたどこだっけえ子供のところえっと子座なんだっけ児童相談所児相だからの機能をもっとね、うん、強化するとかっていう。 話って、うん、これ県単位なんですかそれとも国うんと自層は広域かも県ですねうちは長層は持ってないんで市、うん、は,いはいはい、単独で持ってるのかないやでもなんか県県な感じがしますだからそれ例えばそのまあ給食費無償化ってすごいキャッチーだし、うん、はいあのなんていうのかな目につきやすいしかん実感しやすいしっていうのはあって、うん いいと思うんですけど、今言ったその教職員の問題とか、うん、実装をもっと強化するとか、そういったちょっとね分かりにくいけどでも絶対じ繋がっていくじゃないですか。絶対繋がっていきます、ね。長い目を見てやったら、そういったのも同時に本当はやらないといけないっていうとこですよね、うん。はい、だからなんかちょっと数字の見方が、はい、数字に引っ張られすぎてるんじゃないかなって思ったりするんですよね。例えばこの。 負担軽減にキャッシュとしてなるから、うん、いい政策喜ばれる政策に、はい、なるのはいいんだけども、うん、例えばあの維新とかがよくやる行政改革だと職員の給与を減らす、うん、議員定数を減らすとかうん、うん、議員の報酬をカットする、はい、その予算をほかに回すみたいな。うんうん ああいいそうだよねもらいすぎだよね、うん、とかこんなに人数いらないよねって、うん、進んだ先にはサービスの低下っていうのが見えてないここが本当に実は多分大変なところで、うん、あの特にあのし職員とかあ教職員とか、うん、離島行って先生配置が生徒が少ない分、はい、中学校でも数学の先生なんだけど、うん、社会と英語もやらなといけないとか社会と英語はちょっと飛びすぎてるんで二三、はい、教科やらないといけないとかってなるんですよ。はは、うんうんうん、はいはい、はい でそれいうせざるを得ない状況だったりとかうん、うん、ケースバイケースあるじゃないですか、はい、だからなんかこのお金がもったいないからって言って、うん、あ要は数値化できないサービスの定価に気づきづらいっていうのがあるなと思ってだからやっぱりそういうことをちゃんと見ながらやってほしいうん、うん、なぜならあのそれすらもぜ僕らのみんなで払ってる税金だから本当はなんかこう。 削っったかかこいいとか、うん、そういいいうのだけじゃないんじゃゃないかななんかそう思うんですよね最近、うん、とってもそれを思っていて、うんうん、なんかねだから派手なやつにやっぱりまあ僕らもそうですけどね、はい、分かりやすいからって飛びつきやすいんですけど、うん、でもまあ沖縄市で言えば、うん、若年忍産婦のあれを作りましたとそれも僕は結構すごいなと思ったんですよ。うん、確かに めっちゃ狭い範囲のものだし、えっとなんていうのかな、公約ではあんまりこうパッとしないと思うんですよ。うんうん、パッとするのかな。それをでもちゃんとやっているっていうのはすごいなと思っていたりするんですね。すねうん、だからそういった方向に、まあ、僕らもねそういう風になればいいんですけどね。うん、なかなか引っ張られますよね。そういうはなていうのかな、歯切れのいい やつに。そう そうですねなんか子,育て子育て3点セットですかなんか言われて僕もなんかやっぱ議員なんでいろんな人から宮里さんもこういうの目指してるんですかって言われてあ,<ー>いやあれは子ども家庭庁とか首長さんとか <laughs> あのみんながそこ目指してやってるんで、うん、強いてまで僕が俺はこれやるぞっていうのではないですねはい、はい、とは言ってますけどできればいいんですけど、うん、ただその前にやっぱりこの子どもたちの安心安全とか、うん、学校もう,うち7 つぐらいの公共施設ボロボロで建て替えとか修繕しないといけないその予算捻出してやっぱりそう何ていうか給食無償化とかやりたいけどもその前に子どもたちがちゃんと遊んで豊かに学べる環境も作りたいじゃないですかそれ並べた時に多分ここに通わしてる保護者はこっちっていう人の方が多いと思うだって嫌な姉あいてたら嫌じゃないですか体育館の床がベロベロで足切ったら嫌じゃないですかとか。 思うんですよなんか落ちてきたりしたら大変ですからねそうだから台風のあと回った時に校長先生教頭先生に「ここ見てください」って見たら壁のこのセメントっていうかなんか壁が崩れて落ちてたんですよええこわ生コンかあ生コンじゃないですかコンクリですかやばいと思ってここは一応通らないようにってはやってますけどとか聞くとうんそこだなって思うんですやっぱりそうなんですよねだからななんとくそこに今 なんていうんかなトレンドに引きずられてる気はしますよね。<うん S 2> そ,それ僕 SNS でもやっぱ見るからそういったのも影響してるのかなと思ったりもしますけどねう<ー>どうしてもみんなね情報 SNS とかで見たりも今するので <はい S 2> そこに引っ張られているのかなと結局 SNS とかでも地味なやつってみんな言わないし取り上げないじゃないですか。はい それはちょっとやっぱねっちょっとそうですよねだだからうちの町で給食を無償化するんだって2億かかるんですよね、うん、県でだ団子60億かかるって、はい、うちの町は2億円かかるんですよ、うん、で本当に今自分たち単独で無償化すると2億払うんですよ、うん、でも2億って、うん すごい金額で借入れして2億とかだったら5億6億の授業とかできるんですよね。でこの2億を入れ,る入れることによってじゃあもう保育園作れません、うん、待機児解消できませんとか保育士の授業もできませんとかだったら嫌だよねって思うんですよね、うんうんうん。ねだから思ったんですよ給食品無償化って何を見てやってんだろうと。 うん、いやそれが大事だったらやったらいいと思うんですよ、うん、そのさっき言った食育とかがあるじゃないですか、はい、だからいいと思うんですけど、実際、その、実際の根本の問題を解決するにはこれだけじゃないよねっていうのは、もうもちろんあるじゃないですか、あだから、他ってどうなってるのっていうのがうとっても気になるなと思って、そうですね、地味なところ、だから、新聞にも取り上げないようなことっていうのは、うん、実際どうなってるんだろうと。 あのこの前取り上げられたけど今はどうなってるんだろうとか、うん、そういったのはなんか知りたいですよね例えばクーラーがないとかっていう話もあったじゃないですかそうですね、うん、あれどうなったんだろうとか確かにーー、ね、なんかねでもそういうので最近なんかいい話題があって皆さんに周知したいなと今年から始まってる授業があって内閣府の授業があって、うん、沖縄向けのですよ、はい 宮崎久衆議院員がやったんですよ何かって言ったら県内外国人家庭ホーム業やってるんですよあこれ出てたこれもう僕めっちゃ一応発信してるんですけど友達からも問い合わせあってごめん今年はもう締め切ったって今年は4月から始まって2000人枠で応募4500人来たらしいわやばで知らなかったとかでも学校で流してないのかなとか一応西原町でも何名か申し込みがあったってってこれ絶対いい。 小学校3年生か高3まででけるんですよ俺これ絶対やった方がいいと思うんですよ。ああ 1> 1泊 8, 1万いくらかなんですよやらしたいなこれ他の英語スクールとかがやってるサマースクール合宿2泊3日10何万するじゃないですかそれを考えるとこんなに破格でできることはない今回4500人総予算で6000万つけてやってるらしいんですね。 あの来年はもう4,500人にもう申し込み来てるから分かるよねって言って6,000人規模のキャパであのさせたい大学に俺は言うからって宮崎先生言ってたんですよ。 そういう体験ってねまあかといってこれ一泊二泊ホームステイすることによって英語が身につくわけではないんだけどもこういう経験ができた、うん、その中でこういう会話日曜会話少しだけできるようなっていう達成感、うん、そこから英語に向かって英語って別にハードル高くないのかもでうん、うん、学ぶことの人材育成っていうのは僕はなんか大きいんじゃないかなと思ってて。こ、うんね、こうこういうことが 1>, 1年目でこれだけ来て2年3年4年ってつながっていって何なら申し込みめっちゃして2回行きましたとか人出る可能性もあるじゃないですか、うん、なってきたらなんかいいなと思って確かにこれどっからあれすればいいんですか、あのー、申し込む 来年ももあるんですよ、ね、来年もでも本来だと各教育委員会で流してるっていうふうに県にも行ったって言ってるんですけどうん、うん、どうでしょうね分からないです、はい、うちのところは申し込みやったから来てるんだろうと思うんですけどさっき言ったアプリのねラジオの初めに言った「スクリレっていうので流れてきたら嬉しいなとは思うんですけど確かに、ね、一応内閣府のホームページにあります、うん、県内外国人法務省内閣府とかで調べてあるんであちょっと見てみよう。 俺はねもうなんか生理権取りたいいぐらいですよまあ僕の子供まだ小学生行ってないんでい行けないんだけど友達とかにはねは、はあうん、ああいいなーと思って、うん、しかもなんか家庭行くだけじゃなくてやっぱその前に子供たち10何名集まってオリエンテーションこの家庭に行きますよ、はい、あなたは、えー、みたいなのもやるは、はあ、ちゃんとやるみたいなんですよ。はあはいはあ、いいね なんかねやっぱり僕はこれ英語のハードルが下がるっていうのはもちろんすごいと思うんですけど、うん、やっぱ異文化を知るというかそういったのもとっても大事じゃないかなと思ってその中でやっぱりちゃんと仲良くなれたら自信にもなるだろうしう子どもたちのすごくいいなと思いますねこれちょっとはい参考にします。<laughs> まあ留学へのハードルも下がりますしねそうそう金かかけけていくんだけどとなんだどな 遠いいじゃないですか間を埋めたいって宮崎大義士言ってて遠い、うん、英語の授業から次が留学すぎてきついから、うん、でも本当は基地とかの地域資源って基地を資源と捉えてそこでそういう交流ができるはずなんだけども沖縄県がやっぱそれをね歴史上ずっと拒んでるだろうなっていうのがあるのでそこのね一石になればいいなと思ってますいい。 あのお知らせで終われてよかったです。はい <laughs> <laughs> ということで、はいね、沖縄プライム時間お時間となりました、えー、今日は宮里ひろみさんに来てもらいましたが、また来月ですかね、はいはい、なんかうさんと2人でねできたらいいですね。そうですね級生バトルを、はい、ちょっということで、はいえー、皆さんまた来週、再来週ですね、また再来週、さよなら。